ドラゴンフライトアプリやります。まずレベルが35になりました。あー、これ速攻スロー使っちゃいました。まあレベルが35にとりあえずなって、で結構コイン使えるようになったんで、右側にドラゴンセットできるようにドラゴンの巣2万5千コインで買いました。で、あとはみんなが友達登録いっぱいしてくれて、でこっちも招待いっぱいできるようになったんで、ベビードラゴン、友達招待の時にもらったベビードラゴン使ってます。左側が左側の青いベビードラゴンがパワー型で5人目の招待の時にもらったベビードラゴンで、右側のピンクのベビードラゴン連射型が友達30人招待した時にもらったベビードラゴンです。で、まあ最初は流していく感じで、で5000メートルぐらいまでは適当にまあ流していって、5000メートル以上はこの敵絞っていこうと思います。で1万メートル以上ぐらいはもう本当に1匹とか2匹に絞っていく感じで、で1万5000メートルぐらいでスロー使えればよかったんだけど、まあ、今回はスロー速攻使っちゃってないんで、どのぐらいまで点数稼げるかわかんないけど、まあ頑張ります。だから黙ってやります。